当然あの実験映画みたいになっていてですねえー、これ登るのどうもビューティーでーすえー、ビューティーのムービートーク略してムービートーク、えー、今回のですね初日最速レビューは、えー、こちらジョンウィックコンセクエンスですえーと、えー、ですね ギアルリーブス主演のジョーミックスシリーズの第4作ということになりますね第1作からはや9年日本公開は2015年なので8年ですけれども。 え長いこと時間が経ちましたけれども、えー、なんと4作目っていうことなんですね今回、えー、でですね1作目の時はですねこのロシアンマフィアのバカ息子が盗んだ車の持ち主の飼い主をついでに殺しちゃったらその飼い主は引退した伝説の殺し屋だったという、えー、最強の一行プロットが売りのですねいわゆるなめてたやつが何々に属するアクション映画の一本だったんですけれども 監督がですねスタントコーディネーター出身であるチャド・スタイルスキーとデビッド・リーチっていう2人だったんですが、えー、スタントコーディネーター出身であるということもあってですね映画のコンセプトがズバリですねスタントアクションを見せるためのスタントアクションの大博覧会のような作品になっていたのが特徴だったんですね、うん、で、えー、スタントアクションのために前編が構成されているという作品はですね え実はですねありそうでなかったっていうルックスを生み出していて独特のポジションを獲得してえとめでたくシリーズ化がされました、えー、ただ、ですねシリーズ化されたのはいいんですけれどもその1作目の時にはですね強力な一応プロットはなくなってしまったんですね当然。なののでその 復活してですね引退してた伝説の殺し屋、ジョーミックが復活して、周りの人が色めきたって、みんなでジョーミックを殺せみたいになっちゃうっていう、まあ、おなじみのパターンになってしまってですね、結局、その2作目、3作目と続いて、ですね、まあ、同じような動音行くというかあの、同じようなことが繰り返されてしまう感じがあってですね、えっと、個人的にはですね、そのまあ、あの、触笑気味になってしまうっていう意味ではないんですけど、途中でまあ、アクションにしてもですね、いろんな、ずっと同じようなことばっかりやってたりするんでですね、飽きて しまうところがあってですね正直なところ私自身としてはです、ね、シリーズ投手の評価はあまり高くなかったんですね。 とはいえです、ね、アクション中心の作品ではあるんですけれども、泥臭い雰囲気に陥りがりしになりそうなのですが、えー、チャド・スタイルスキー監督のセンスなどだろうと思うんですけれども、とにかくスタイリッシュさを優先させていてです、ねその、きめきめのビジュアルやサウンドにです、ね、リアリティがあるのかないのかわからないコンバット的なガンアクションがです、ね、境界線が曖昧な盾がです、ね、ずっと詰め込まれているというのが、本当に特徴的な映画で,でしてね。 それはやっぱりそれはそれで売りになっていますし、えっ、ー、と、好きな人も多いんじゃないかなと思いますし、私もその、そういう意味では嫌いではないんですけれども、まあ、その、やっぱり、同じことばっかりやってるなっていうのがあって、ちょっと飽き飽きしてたっていうのがあるんですね。なので、今回の4作目なんで、4作目って笑っちゃうようなシリーズなんですよね。結局、その、リーサルウェポン4とかでも、その、ジェットリーが出てきたから持っていたようなもんで、 正直ですね、えー、と4なのみたいなのがあったりしたのも正直なところで、シリーズの4作目をですね、きっちり4作目として盛り上げることってなかなか並大手じゃなかったと思うんですね。で、それに加えてですね、まあ、その上映時間問題っていうのもあってですね、まあ、ほとんど半分惰性で見に行ったようなところがあります。でぶっちゃけその,その動画目当てで見に行ったような感じもするんで、まあ、この動画を作ってるんで、実際、 見に行ってよかったと思うんですけれども、それだけじゃないっていうのを先に言っておきたいと思います。うん、で、まあ、その見る前にですね、そういった感じで極限まで期待値を下げていたおかげかどうかは抜きにしてもですね、今回のですねコンセクエンスはシリーズで一番楽しんでしまいました。うん、最初に言っておきますと、えー。でですね、その冒頭からですね、そのアラビアン・ローレンスの有名なモンタージュ。 のオマージュがあったりしてですねはっきり言ってですね、まあ、パクリなんですがあそこら辺でもうですね、うん、ああいいよね砂漠ならやりたいよねっていう感じでこううっすら薄めで見ていたようなテンションだったんですけれども。 えと結構すぐにですね、あのー、売りになっていると思うんですが、予告にもいっぱい出てきた、その大阪のパートなんですね、日本で撮影したという、大阪パートに突入して、ですねそこでですね映像の感覚が、ですねあブラックレインの大阪じゃんって言って、少しテンションが上がっちゃって、恥ずかしながらですね、ブラックレインが大好きなんで、ああの大阪なんだなってその、チャド監督も絶対ブラックレイン好きだと思うんで、あれをやりたかったんだろうなと思う感じがあって、まあ、わざわざ大阪に行くらいですからね。 それはあるんだなと思うんですけれどもで、えー、そこでですね、まあ、日本代表という感じで真田広之さんも出てきてですね、えー、とその 日本語とかもですね、結構ちゃんと拾ってくれてますし、何よりキャラクターがですね、仁義を重んじるジョンの味方っていうキャラなので、そこにグッときちゃったりしてですね、で、挙句にですね、戦いが始まったら、相撲レスラーとかも2人出てきてね、弾丸なんか弾き飛ばしちゃってですね、いいじゃないって、単純な火種にね、火がついちゃって、割とここら辺からですね、あ、これはちょっと、 結構楽しんじゃってるなっていう自分の中にあってですね。これは面白そうじゃんっていう感じで。で、そこにですね、出し惜しみもなくですね、ドニー・エンが登場しちゃうんですよね、このパートで。まあ、その前から出てはいるんですけれども。で、今回のドニーですね、ローグワンと同じで、盲目っていうハンディキャップをキャラクター設定として与えられてるんですね。まあ、当然その、ローグワンの時も言われてましたけど、宇宙最強になっちゃってるんで、ドニーって。その そのまま出ちゃうとですね、映画内のパワーバランスが狂っちゃうんですよね。もう、誰もドニーに勝てないじゃんっていうのは、まあ、その全世界の常識になってきてるので。で、ここはまあ、その盲目、同じような設定ではあるんですけど、盲目っていうキャラは正しいかなと思いますね。あと、やっぱり、まあ、あの、ベタですけれども、その、ザトイチっていうね、日本のキャラクター設定とかも、まあ、人口に解釈しているのもあって、まあ、単純にかっこいいんですよね。仕込み杖を持ってたりするのも。で、 で、しかもですね、登場した早々ですね、戦いがもう始まってるのにですね、サボってラーメン食べてるんですよね、ドニーが。ラーメンっぽいもずる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 って。まあ、キアヌもそうですけどね、ドニーも日本のラーメンが大好きだから、これは仕方がないなって見てる方も笑って済ませてるんですけれども、まあ、それで、お前もちゃんと仕事しろみたいに言われてですね、やっと思い越しを上げたらですね、今度はですね、ポケットから何やらセンサーみたいなものをですね、どん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 ,どん出してですね、壁とかにどんどん磁石で貼り付けていくんですね。うん、これ、 鉄じゃななかっったたらどどううすんだろうなと思ったけどまあ、磁石じゃなくてマグネットまあそれでいろいろつけていくんですけれども、で、何つけてんだろうなと思ってたらですね、えー、当然ドニーのところにですね、敵が現れる、まあ敵っていうか真田さんの部下なんですけど現れたときにですね、ピンポーンって言って音が鳴るんですね。まさかのですね、ピンポンセンサーをつけてるんですよ。それで敵の位置を把握してですね、拳銃でバンバンバンっていうね、あの、えっと言って、 見てる方もですね、ど、どになのにっていうのがあって、まあそ、でもですね、その、基本の戦闘力が高いのでですね、基本的に手を抜けるところはちゃんと手を抜いていきますよっていう省エネ精神はですね、まあ笑えるし、面白かったんで、すご、素晴らしいなと思って見てましたね。うん、で、その後ちゃんとね、真田広之さんと戦ったりして見、見せ場はちゃんとあるので、盛り上がるんですけれどもね。 大阪パートではですね、ドニーに負けず劣らず、キアヌもですね、サービス満点にですね、ヌンチャクまで使っちゃうんですね。これは予告編とかにも出てましたけれども、その、でもですね、そのヌンチャクの使い方がですね、もう超大味なんですよ。そこはもう本当にね、日本人としてっていうかもう、ブルーズリーの占領を浴びた人間としてはですね、おい、こらこらっていう風になるんですね。なんての、なん、どういうかとかというとですね、 キアのなんか両手でですねヌンチャクの片っぽを握ってバットみたいにね殴りつけたりするんですよもうこらこらそれは違うだろうっていうまあ時折ねちゃんとねにあのブルース・リーみたいに体の周りを回して脇に締めたりはするんですけれどもまあブルース・リーのね、まあ、そっくりそのままやっても仕方ないとは思うんですけどもじゃあなんちゃんとヌンチャクのちゃんと新しい使い方を 開発しろよとか思うんですけどね。それは特になくて、首にかけて、基本的には銃で撃つっていう感じで、で、ヌンチャクたまに使ってみたいにね。そこらへんもどうなんだろう、それって、ね。ドニーさんがすぐそばにいるのによくず許したなって心配になるぐらいなんですよね。まあ、で、少し話が脱線するんですけれども、このシリーズですね、えっと、続編がですね、その私はその個人的に、 まあ、テンションがだんだん下がってったりはしたんですけれども公開するためにですね興行収入がどん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 倍増していくっていう本当に珍しいシリーズでまあその興行成績がアップしてるからシリーズが作られていくっていうのは当然なんですけれどもこれぐらいですねこの手のです、ね、ガンアクションガンアクションっていうジャンルの 映画のですね。カテゴライカテゴリーの作品がですね。これだけ興業収入をどんどん伸ばしていくっていうのはですね。キハの日記とかも抜いてですね。やっぱり独特だと思うんですね。で、そういう特殊な状況の作品なのに、その監督がですね。やっぱりスタントの出身だったりするので、まあその監督や制作人がですね。もう全員ですね。その儲けた分をですね。次の映画に叩き込むみたいな作り方をしている。すごい真っ当なシリーズなんですよね。 ただ、本当に珍しいことで、この手のアクション映画のシリーズって、やっぱり儲けてなんぼみたいなところがあるけれども、そんなにヒットも見込めないので、基本的にはどん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 予算が減っていくものなんですけれども、予算がどんどんかけられていくのが、ですね見ていても分かって、ですね映像とかがですねどん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 リッチになっていくのが、ですね本当に思いっきり分かっちゃうんですよね。それがすごく面白くて、ですね変な表現なんですけれども、 お金をですね、湯水のようにかけたアクション映画っていうのがどういうものになるのかっていうのがですね実際にやってみたっていうある種のですね、映画の中の実験映画みたいになっていてですねまあありそうでなかったやりたくてもやれなかったみたいなことをですね本当にやっちゃってる映画なんですね、うん、これアクション映画とかをですね、山ほど見てる人間にとってはですね本当に珍しい急な映画のシリーズだと思うんですねでしかも4作目まで作ってるんで 本当に金のかけ方が尋常じゃなくてですね、美術とか映像もそうなんですけども、本当に映像自体がスタイリッシュさに命をかけているような映画なんで、お金をかけることによってですね、例えばニューヨークのシーンでですね、その墓地みたいなところにジョンウィックが行くんですけれども、その墓地のですねビジュアルとかも凄まじくてですね、なんか文字が書かれているような階段がこう雪でこうだんだん狭まっていって、その階段を上っていくと、 雪一,面の一面の雪景色のですねまっすぐに続くなんか墓地のなんかが木に囲まれたです、ね、道が続いてたりする美術とか本当異様に美しかったりしてですねで、まあ、例えば舞台がベロリンに映ったら映ったでその戦いの舞台になるのがクラブなんですけれどもそこの照明とかがですねつ使い方がもう狂気みたいに変わっていて よくこんな使い方できるなっていうシーンがあってですねなかなかすごいなと思ったりあとクライマックスがパリになるんですけれどもそこのシーンではもうなんかベタベタなんですけど本当に。 エッフェル塔の撮り方とかもめちゃめちゃかっこいいし、外線門を舐めて、夜のですね、外線門を舐めて、その外線門から、外,外線門に続く道路をですね、走ってくる車がこう、バーッとセパレートしたりとかっていうショットが超望遠で撮ってあったりして、本当にですね、な、なんだこれっていうようなですね、そういう何箇所もですね、マジかよっていうようなシーンやショットがですね、入ってくるのでですね、本当に気の抜けない映画になっているんですよ、これ。うん、その いいいか悪いか悪、まあ、問題はあるにせよですねこんなにリッチなです、ね、アクションガンアクション映画っていうのも見たことがないなっていうのが正直なところだと思うんですね。うん、でやっぱりなんか監督とかがですねそのアクション映画をずっと携わってきた人だと思うんですねアクションコーディネーターだったりするんでそういう中でその一般的な認識としてアクション映画とかそういうものってなんか どういう意味かわかんないけど一段低く見られちゃうよねっていう世間的な,なんかこうイメージがあると思うんですよね、うん、でもそういうですねレッテルに対しての果敢なレジスタンスがですねビシバシ伝わってくるんですよねそういうところに、うん、で個人的にはそのリアリティライン高めのアクション映画が好きなんでまあジョンウィックのこのシリーズみたいにどっちかと,とファンタジーに寄ってるんですよね景観とかが全然出てこなかったりとか例えばその 目の前に人殺しとか人,人がどんどん死んで殺されてるのに車はずーっと走り続けていたりとか邪魔な通行人とか全然出てこないとか本当にそ割り切っててもう本当に言葉が悪いんですけどし使いたくない言い方なんですけど本当後にも言うんですがゲームみたいなね世界観をすごいこう映画の中に取り入れてるっていう意味でも結構そこもうまくいって。 ているような気はすすんですね映画としてはそのあんまり疑問にも思わせないっていうところはありますねまあその車が行き来してるっていうのはまた別の意味で笑っちゃうんですけれども、うん、で、まあ、そういうルックスとかねレイアウトとかキメキメのものを見せられるとまあ降参するしかないなっていう感じは覚えます。うん、でそういうさっきのねゲーム的なアプローチっていう意味でもですねそのクライマックスでですね 結構あっと驚くようなビジュアルが出てきてですね、まあそのクォータービューのゲーム的処理なんかをされるんですよね。で、FPS とかでねですね、よくあるあの主観映像ですね、FPS のゲームをやってると当然全部そうなんですけども、その主観映像の中、主観映像とかはですね、今昔からアクション映画とかで取り入れられて、まあすでにもう消化され尽くしてて、最近は見なくなったような表現ですけれども、 それに変わるような形でその「ディアボロ」シリーズみたいなですねこう斜め上から見たような本当にゲーム的視点で実際の実写の映像が映っていくんですけれどもそこら辺もですね天井が本当に割り切ったようになくなっているようなビジュアルで。 うわわすすごいなって思わせて思せくれますねしかもその武器がその焼夷弾っていうんですかねその弾頭が弾頭が当たるとブワーって火炎で燃えるっていう、まあ、そのバイオハザードとかそういうので出てくる武器なんですけれどもそれでどん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 ジョンがその敵を屋内でですね焼き殺していくシーンとかは本当に見ていて これはすごいなっていうしかもワンショットでずっと続いたりしてて本当にさっきのね金のかけてるっていうその金のかけ方の方向性がこんなとこここに行くのかよっていうのがあったりしてびっくりさせられますね。うん、でですねそんな中でですねクライマックスになってですねもう顎が外れるぐらいすごいシーンがあってですね まあ思いっきりね、ここからネタバレしちゃうんであの、気になってる人はですね、そのシーンを見るためだけでもですね、長い上映時間もなあれなんですけれども、見に行くことをお勧めしたいっていうレベルなので、眉間の方でですね、まあちょっと気になるなっていう人はですね、そのシーンのためだけにでもね、ぜひ行っていただきたいと思うんで、えっと、ここまで聞いていただいて、見てからですね、続きを聞いていただければなと思うんですけども、よろしいでしょうかね。うん、で、えー、ですね、いいですかね。じゃあではですね、ネタバレなんですけれども、 後半ですね、そのジョン・ウィック・ガースですね、その親代わりみたいなウィンストンっていうキャラクターにですねで、世界を股にかけて何百人も人を殺しまくって重大な迷惑というか被害を与えているジョンにですね、もうええ加減にせえよと、うん、悟すんですね。で、そこでですね、突然ですね、その、あのその殺し屋たちの世界の中に決闘っていうルールがあるから、えー、今回のですね、ラスボスですね、で、今回のラスボスとですね、 決闘をしてですね、えー、ともうおしまいにしろよと諭されるんですよ。ね、でまあそんなごもっともなんですけれどもそんな後出しじゃんけんみたいなルールを持ち出すんならもっと早く提案しろよっていうのは置いといて、うん、まあそのクライマックスに突入するんですけれどもですっごい太っちょメイクをですね施したス,スコット・アドキンスと戦ったりしてですね 続くんですけれどもでまあそのスコット・ハトキンの戦いの時にですね、いい加減にちゃんと殺されるみたいなですね全人類、全観客を代表するような名台リフが出てきて大笑いさせてくれたりするんですけれども、でそうやってなんだかんだあってですね、えー、とジョンがですねいよいよ決戦の地、パリにですね赴いて、えー、とクライマックスが始まるんですけれども、ここがですね、そのパリのクライマックスがですね、想像を絶する凄さでですね、見てる時にね、 なんだよ1対1の決闘、ジョンウィックっぽくねえだなと思ってたら、ですね澄ました顔で見てたんですけども、そこでですね、ウォリアーズの DJ みたいなお姉さんがですね、もちろんそのマイクに向かった口だけのアップで、うん、ジョンウィックの賞金うなぎ上りですから、パリの野郎ども、何ぼーっとしてんのよみたいに、ですあじりまくっちゃうんですよね。<laughs> そしたら パリ中の殺し屋たちがですね、おお、こうしちゃいらんねえって言って、どんどん武器を持ってですね、ジョーィックに襲いかかってくるっていう、もう期待通りの展開になるんですけれども、その決闘の場所にですね、ジョーィックが指定したのが、サクレ・クール・ジ院ンっていう場所,に場所なんですけれども、そこにですね、 夜明けまでに決闘の時間のですね夜明けまでに着かなきゃいけないっていうその夜が明けるまでにそこにたどり着かなきゃいけないっていう、まあ、ミッションが始まるんですねそこにですねもうジョンウィックをもうその文字通りですねわら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 湧いてきてですね殺し屋たちが襲いかかってくるんですよ本当にテリブルパリですよ本当にこれは <laughs>。 でここでですね、まあ、そのシリーズ前頭のですねカーアクションならぬカ,ンフー,カーフーですかカーフーが勃発するんですけれどもこれがもうね4作目なんだからって言わんばかりにですね文字通りですね玉突き事故みたいにですね何度も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 ですねジョンがですね車に追突されるんですよ。で引かれてフロントガラスに叩きつけられる引かれてフロントガラスに叩きつけられる相手を叩きつけてフロントガラスが叩き割れるというですねその 映画の中のスタントの歴史の中でもですね、その、車にひかれてフロントガラスで叩きつけられるっていうのは、もう本当、基礎中の基,基礎というかですね、位置に争うぐらいの華のあるスタントだと思うんですけれども、それをもうですね、今後ですね、このアクションはこう映画でやることはまかりならんぞっていうですね、大人げないようなですね、総ざらいぶりなんですよ。 本当にですねいつまでもジョー・ブラックによろしくのことばっかり言ってんじゃねえよっていうチャド監督のですね心の叫びがですね怨念と化したかのようなですね必要な惹かれっぷりにです、ね、心をがっつり惹かれてしまってですね下手なダジャレが出るぐらいなんですけどもまあ普通の人はねドン引きなんだと思うんですけれどもまああれだけね車に惹かれるシーンが続くと本当に面白いというか楽しいというかもう喝采を送っちゃうしかないですよね。そ、まあ、それでもその パリの車ののパリの人たちは何事もなかったように車を走り続けるんですけれどもそこも本当ファンタジーなんですよね。でですねその最初にネタバレの前に言ったですねそのシーンのためだけにこの映画を見てほしいっていうシーンがあるんですけれども。 声を大私がですね今作で声を大にしていたいのが、このクライマックスの中のクライマックスと言ってもいいんですね、さっきのサクレ・クール・ジーンっていうところに着くためのですね階段が出てくるんですね、なんか300段ぐらいある長い階段なんですけれども、もうこのシーンがですね私もね浴びるほどねアークション映画見てきましたけどね、えーって、本当に声が漏れるぐらいびっくりするんですけれどもですね。でですねその300段ぐらい ある階段にですねやっとジョンウィックがたどり着いたたんですけどどり着くんですけれども下に着いた途端にですねカメラがこう映すんですね階段をで見てる方もですねでジョンウィックもです、ね「でえっ、ー、これ登るの?」っていう超うんざり顔になってですね 階段の1歩目を踏み出す時の足の重いこと重いことその演出が本当にこう一体になる感じがするんですけれども本当にね転校生でですね和美と和夫が転がるして体が入れ替わる階段みたいなのがですね延々と何個も何個もですね踊り場を使ってつながってるんですよ。 うん、エクソシストだったらですね一発で、ね、悪魔が即死するみたいな階段でもう蒲田行進局だったら、ね、やすもね銀ちゃんかっこいいなんて言ってる場合じゃないぐらいのですねすごい階段なんですよね、そこ。うん、で、ジョン・ウィックがそこもう本当にとぼ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 登り始めるんですけどもうそこにですね泣きつらな鉢というかもう待ってましたとばかりにですね殺し屋軍団がわら,わらわらわら出てくるんですよ。ででもこの時点で おいおいって見てる方も口が緩みっぱなしなんですけれども、ジョンもですね、もう乗りかかった船じゃなくて、もう登りかかった階段なんで、もう仕方なしにですね階段登りながら、もうどん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 殺しまくるわけですよ。もう何人も何人も出てきて、手すりをすり抜け、乗り越え、木を使って避けて相手を殺しまくりながらですね、で見てる方もですね、 もうただでさえ階段なんか登るの大変なのを知ってるじゃないですか高尾山登ってるみたいなね気分になることを受け合いなんですけれどももう見てる方がですね息がぜいぜい言うぐらいにですねもうハードすぎるトレーニングをですねやってるようにですねジョンがもう本当人と人殺し殺し者と戦いながらですねぜい,ぜいぜいぜい登っていくんですよ。でもうやって とこさですね、もう皆殺しにしてですね、ヘッドヘッドになって、その300段ぐらいある階段の一番上にたどり着いて、よしっていうところにですね、あロうとかですね、ラスボスのボディーガードが現れて、そのジョンをですね、おらーって抱え上げてですね、転がり落とすんですよ。 もうそれね、もうクラレンスだったらさよならロボコップみたいに、もうダイハード2のスチュワート大佐だったらボンボヤージュみたいな感じの勢いでですね、わらーってもう転がり落とすんですよ。見てる方はもうね、呆然呆然。ええー、あんな苦労して登ってきたのにっていうか、それがもう水泡にきす感じで、ごろ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 って転がって、で、途中のオりドリーバでですね、ガーンって止まって、もう見てる方がね、 ここからまた登るのこれって思ってたらですね、もうそこじゃ済まないんですよ。まさかですね、またですね、ジョンが再びドッカーンって転がり落とされるんですよ。もう信じられますこれ。本当なんですよ、これ。本当にね、もう見ててね、衝撃、衝撃すぎてね、もう声出して笑っちゃいましたもん。もう申し訳ないけど。もう アクション映画ね、いっぱい見てるけどね、あんなに驚いたことないですよ。うん、一応ね、そのに映画って、うん、階段っていうものとですね、メディア的に相性がよくって、いろんな名シーンがあるんですよ。 うん、サイレント時代のですね有名な「戦艦ポチョムキン」っていう映画があってそこのオデッサの階段をですね、えっと馬車がゴロゴロ転げ落ちるシーンとか、えっと、モンタージュのですね、えっと、実例として広く本当に有名なシーンとして知られてますけどもそれ以来ですねデパルマがそれを。 まあ、オマージュ捧げてですねアンタッチャブルでその有名な会談、えー、でのですね大アクションを取ったりして、うん、アクションだけでもそれなんですけどアクション抜きにしてもですね、えー、ヒッチコックなんかもう弾劾とか海外特派員とか最コとか。 階段っていうのをすごい効果的に使えますし、三谷幸喜さんなんかもね、コメディでラジオの時間とかでもですね、フジテレビの長い階段使ってですね、すっごい面白いシーンをギャグとして使ったりとかですね、うん。階段ってやっぱりね、登ったり下りたりとか、ヘリコプターの石、ヘリコプターと一緒でですね、すごくこう、映画としてのメディアとの相性がよくって、まあ映画っていうの、映画の中で階段っていうのは本当に名、名ガジェットとしてよく使われるんですけれども、うん。 でそういうですね映画怪談師とでも言っていい歴史の中で出ますねおそらくねトップクラスに位置づけられる今後ですね映画の中の階談って何って聞かれたらもう必ずベスト3には入る私だったらトップに入れるぐらいの名シーンっていうのがですねこのジョン・ウィックコンセクエンスでですね誕生したということだと思うんですよ。うん、で映画見てでですねそういう瞬間に立ち会えることってなかなかないですよ。 うん、たくさん見てたくさん見て年に1回あるかないか、うん、何十年に1回あるかないかですよそういうなんかこうすさまじくて笑っちゃうようなシーンって、うん、でもう本当にね結局ジョン・ウィックがですねスタート地点の <laughs> 階段の真下まで落っこって本当に大の字になってもう気絶しそうになってボーっとしてその肉体的な疲労感だけじゃなくてその呆然自失しててですね 顔がもうマジかよっていう、もうキアノリブス渾身の芝居ですよ、もうマジかよっていう、観客もですねもう本当に一体ですよ、一体、マジでどうすんの、これって、また登んのっていうところでですね、だからですね、そこでですね、えー、今作の最大の敵として戦立ちはだかってきた、ジョウミクのかつての友でもあるですねドニーがですね、演じるケインがですね、助け舟を出すんですね。 だからこう胸圧になるんですね。こうジ,ャンジャンプ的な <laughs> 名シーンになっていてダークナイ。ダークナイトライジングじゃないですけれども、ライズね。人はなぜ落ちるのかっていう、はい上がるためだって言わんばかりにですね、ジョンがもう一度ですね、階段を登り始めるシーンのね、まあ、ある種の感動ときたらもうね、なかなか味わえない、もう疲労感もあって、すごかったですよ、あのシーンは。うーん びっくりしますよね、うん、まあまあ正直ね映画ってね一か所でもですねそういううわーすげえっていうシーンがですね見れればもう正直鑑賞料のね元は取れたなっていうぐらいのスタンスでね望むのが一番いいと思うんですよねまあいろいろなんか期待値上げたりしてね失敗したりすることも多いんですけれども今回のね「ジョンウィックコンセクエンス」はですね個人的にこの階段シーンと出会えただけでもですね大満足の一本になりました。うん 正直ね、169分っていう、ね、上映時間は、ね、本当にナンセンスだと思うんですよ。だってタワリング・インフェルノより長いんですよ、4分も。インターステナとかじゃないんだからねこんな長くしちゃダメですよ、はっきり言って。うん、そこはもうはっきりとですね監督のおごりだと思いますよ。4作目やってきて興行収入も倍増してしかも今作だって前のよりも大ヒットしちゃってるんだからもう本当手に負えなくなっちゃって。 どうすんだっていう話ですよ、本当に、うん、実際問題ですね、前半部分とかね、無駄になる、無駄のシーンが多いんですよ、これ、この映画。どう考えてもですね、少なくとも長くても130分ぐらいには刈り込めるはずなんですよ、そこは。うん、だから、編集マン、何してんだっていうよりも、やっぱりそのシリーズがヒットし続けてるっていうのと、最近のやっぱり映画のですね、長尺化問題、上映時間が長くなってしまってる問題と相まってですね、 ここは本当有意識事態だと思うんですよね、うん、でもまあその階段シーンがあったりね最高なんでですね我慢して見る価値はあったと思います、うん、満足感すごいからねでも是非ね見てない人は見ていただきたいし見た人はまあこれ聞いてると思うんで <laughs> 満足したと思うんですけれどもあのシーンほんとすごかったなもういやほんとね 何なんだよあのの階段のシーンっていう <laughs> 犬を殺されそうになっててそのジョン・ウィックがですね敵をやっつけるよりも自分の命を顧みずその犬を助けるんですよね追ってきた男がですねそのジョン・ウィックの味方をしてくれるっていう風になって自分を助かるっていうその構造なんですけれどもまあそれはなんか1作目のですね一行プロットをですね引き継いで今回は完結編だとすればですねすごい綺麗な演環が閉じたようなですね設定であそこは結構本当に感動しましたね。 きれいに終わったなっていう感じがして。